都庁で働いておられる皆さん、こんばんは。ご通行中の皆さん、こんばんは。お騒がせしておりますが、一都民として一言話をさせていただきたく思います。私は高知県の出身で、非常に海が近く、おいしいお魚を、新鮮なお魚を子供の頃食べてました。東京に上京した時は、おいしいお魚に当たったことは全くなく、これではお刺身は食べれないなと思っていました。随分若い頃です。ただ最近になって、築地の素晴らしさが分かってきました。俗に流通も省いて、仲卸さんとか飛ばしてしまえば、新鮮な美味しいお魚が食べれるというふうに思う方、もしかしていらっしゃるかもしれません。私もそんなふうに思ってたことあります。でも最近になって知ったんです。お魚は手をかければかけるほど美味しくなるという言葉を聞きました。それは築地のお魚を食べたことある方はよく分かっていると思います。この築地を大切にこれからも守っていきたいと思います。私は豊洲の新市場予定地に移転することに反対です。それは豊洲市場の作られる土地が汚染されているからです。それは一般に普通に汚染って聞いたら、そんな大したことないんじゃないかというふうに思う方いるかもしれません。私も実はそれほどの汚染があるとは知りませんでした。何せこの汚染が起きたのは、日本にまだ公害という言葉がなかったような時代の汚染なんです。もう人間の猛毒であっても、土壌の中にそのまま埋めてしまったり、それこそ水俣病の時代のように垂れ流していたような、そういう時代の汚染なんです。そういう汚染をしていた土地に、築地市場のような中央卸市場、生鮮食品を扱う、お魚やお野菜を扱う、そういう場所にするということは、そもそもが間違っています。その選択が誤っていたことが、今回テレビでたくさん放送されるようになって、皆さんにも分かってきたと思います。これは当然のことです。土を2メートル掘り下げただけで、その上に土を盛ったところで、そんなことをしたってきれいになるはずがありません。必ず汚染物質は地上に出てきます。地震が来たらどうなるんでしょうか。液状化が起きればどうなるんでしょうか。それはそもそも場所を間違えているからなんです。ですから私は築地市場に移転するということは全く反対です。そして築地市場を今の場所で守ってほしいんです。築地市場は場内と場外があって、初めて一つの市場として成り立っています。海外からもたくさんのお客さんが来ます。日本人もたくさん来ると思います。今も朝早くから外国人の方がたくさん並んでいます。この築地市場を大切に、これからも長く守っていく、これは都民の義務だと思います。そして観光の面から考えても、あの築地のエリアは近くに浜離宮があって、そして銀座にも近い絶好のロケーションです。このエリアを一体として守っていくことが大切だと思います。ですから小池百合子さん、どうかこの築地市場を守ってください。土壌汚染があることは調べれば必ず明らかになります。このような移転を中止すると、そういう判断を、大変な決断だとは思いますが、どうか心を決めてことに当たってほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうですか。だいぶね、都庁舎暗いです。暗いけど、どこがどこのセクションだかよくわからない。都知事さんは今どこにいらっしゃるのかわからない。まあいろいろね、エマワシ云々も大変なね、
状況だと思います。まあね、まあ、ついでだから言わせていただければ、この問題に関してはね、指示いたしますが、ね、小池百合子さん、ここで言っていいのかどうかわからないが、あとの朝鮮学校云々の、ね、話、これは広いですね。ね、ぜひともね、今や国際都市東京なんですから、ね、なんか差別的な都政は良くないな、というようなところで、あなたのやっていること全てに関して賛成というわけではないんです。ですが、この一点に関しては頑張ってくださいと言いたい、ね、そういう話ですよ。勘違いしていただいては困る。でもね、もっとこの問題に関してはなんかね、今日ちょっと御用新聞、某御用新聞の見出し見ちゃいました。独善的小池百合子更迭か。誰が更迭するんですか、バカバカしい。誰が都知事更迭するんですか、バカバカしい。ねえ、あとね、ねえ、あと全国紙でもなんか築地の問題を取り上げた記事の中で、しかしながら小池百合子新都知事のこのような独裁的な手法には批判が集まっているという結びで書いていた記事がありましたね。ねえ、独裁的とか独善的とかっていう以前に、これ自分が都知事になって今までの東京都の説明と食い違ったら、これはバッサリやると当たり前ですよ。何らかの判断下さなかったら都知事じゃないですよ。ねえ、何らかの判断下したら独裁的とか独善的って言われるんだったら、それは違いますよって小池百合子さん言いに来てあげますよ。それは当然ですよ。ねえ、ねえ、ですから私が保証します。今あなたが下している判断は独善的でも独裁的でもない、当たり前の判断です。その調子でよろしくお願いいたします。この問題に関してはその調子でよろしくお願いいたします。はい、それでは引き続き